来ましたね、この日が出ましたね、見えますかね、これ、はい、でん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 ということでですね、全員ですね家の方に、はい、この結果報告が届きまして、先日の人間ドック動画見ていただけましたでしょうか、皆さん ねということで、いよいよこの結果が分かるわけでございます。ちなみにですが、おのおのは見てます。はい、見てます。おのおのは自分のは見てます。はい、ですけど、みんながどういうかは、マジで分かんないので、今ちょっとね、撮ってるんですけど、知らないのよ。知らないので、ドキドキ感すごいですね。ガチでやばい場合は、このまま、これ言ってもしょうがないですけどね。お蔵入り。お蔵入りするので、これを、みんな見てるということは、まあ、何らかの。ってことですね。皆様も、まあ、安心して見られるやつなのかな、多分ね。大丈夫だよね。わかんない。わかんないけどね。ということで、ちょっと発表していきましょうね。はい。はい、ということで、まずね、こう、開けていくんですけど、今回ですね、いろんな項目がある中で、ですね、この判定がありましてね、判定ってことで、はい、で、A から I まであるんですよ。はい、A 異常なし、はい、B 心配なし、心配なし、うん、はい、で C が要注意、これですね、はい、で D 経過観察、もう、はいはい、これね、E 要再検査、もう一回検査しましょう。 F になると要精密検査、おう、で G になると要治療、もう治療してるんですね、うん、で、H はもう治療中なので、だからもう多分申告してあるやつだね。だから逆にまあ問題もないというか、まあ問題あるんだろうけども、もともとやってます。はい、I はその他、まあいろいろ補聴器をつけてますよとか、まあ、もう器具を体につけてますよみたいなやつなんで、事実上 A から G まで、はい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 、A から G までがまあ一応その判定基準ということでやっていこうと思うんですけど、とりあえずまずね、 A と B は大丈夫じゃない。そうだね、そうですね、そうね、なのでちょっと項目に分けて、AB だったら OK、はい、みんな OK、 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 もし C 以降があった場合は各々の挙手ということで、了解しました。挙手、皆様よろしいでしょうかね。はいはい、はい、じゃあまずちょっと大まかにいきますね。はい、1ページ目、はい、はい、1ページ目、はい、ちょっと説明しますね。身体計測、はいはい、身長とかだよね、体重とかそういうやつ、はい、あと、まあ、目のねやつとか、はい、あとあれだね、腎臓尿路とかそういう腎臓系、はい、あと電解質っていうのがね、あとで調べてみるね、あと糖代謝、うん、血糖値とかかな、これね、うん、あとほらみんなうちら怖い、ここで悪い、これ痛風、あー怖いっすな、ね、酒飲みにはちょっと辛いんだけど、がまあここまでで、はい、A、B 以上、 C 以降の人はい、が、はい、あ、ものがある人、はい、挙手を願います。え、嘘でしょ、嘘でしょ、一応件もえ、嘘でしょ、どれ、え、痛風、嘘でしょ一応飲まないのに痛風来ちゃってんの。え、痛風なの。え、でもまだ出てないよね。出てない。尿酸値、尿酸値が高い、スイカの尿酸値、え、嘘でしょ、どんぐらいが普通なの。尿酸値は、ちなみにここね基準値も書いてあるんですけど、2.1 から 7.0 が基準値です。で、うん、それを、だから、まあ、少なすぎても多すぎても一応基準外、うん、ちなみに僕 A です。俺も A ですよ。今まで俺ほら、俺 6.3、俺 6.1。 おい、おい、え、タカちゃんは 7.9。 ああ、結構超えてる、結構超えてるえ、これちょっと待って、いつ出てもおかしい、爆弾かかる、まあ、そういうことでしょうね。あ、え、一番気付けてるの。ちょっと待って、皆さん、え、嘘でしょ。2021年、うん、一滴も飲んでない
ダメ。あ、じゃあ関係ないんだね。酒じゃない。そう、なんか食べ物もある。あ、まあまあ調べました自分で。やっぱり。やっぱ気になったからね。はい。食べ物もあるし。うん、そうです。いきなり来たね。いや、え、マジか。最初からぶっこんで。E、E。ね、再検査。G。さあ、もう一回検査してくれと。よ、え、あの E、E、E。よ、再検査。あ、再検査。はい。初っ端からすいません。早めに再検査を受けて。初っ端ですね。あ、なるほど。はい。あ、まあ、まあまあまあでも、まあ症状出てないしな。はい。でも元々ね、ちょっと高め。あ、高めではあった。あ、そうだそうだ。いや、俺も昔高かったもん。下がるもんだね。ね、下がるもんだね。ってことで、気をつけます。まあそうね。そうね。気をつけよう。気をつけてください。他は皆さん A ですか？大丈夫です。無事です。B はある？ B。B もある。B もある。B もある。俺 B ねえよ。あ、マジで？あ、じゃあ全然 A。俺 A。え、めちゃくちゃ健康じゃん。やば。血圧が B なの。あ、血圧が。そう。え、血圧は逆に言うと、基準値が最高90から139、最低が89以下。まあ、こっちも高めなんだね。あ、なるほどね。ちょっと高めの。はいはいはい。なので、まあちょっと、まあでもまあ、気をつけましょうぐらいな。高血圧ぐらいな感じ。心配はないね。そういうことね。俺はね、腎臓尿路系が B です。へえ。あ、そうなんだ。うん、これどれをな、どれを矢印書いてある。矢印書いてあるがあれなんじゃない？これだ。うん。比重っていうのが高い。え、でも俺と数字同じじゃない？1.030だよ。本当だ。で、pH ってやつが 5.5。うん、一緒だ。あ、これか。米印か。これだ。タンパク。尿タンパクですか？尿タンパクっていうのが出てるんじゃない？これ。ああ、そうか。だから B なの。うん。これ A。オール A。オール A。優秀マン。めっちゃ健康じゃん。はい。ね。一番気ぃつけてない人間が。まあ、そういうふうになってんだな。おおらかに生きてるとこじゃない？まあ、そうだね。うん。いいことだよ。そうなんすよ。うん。いや、そうだ。おおらかじゃん。否定はしない。全然。あらげないじゃん。いや、まさかの高藤がね。びっくりした。最初から行きましたね。しかも一番痩せてんのに、ツーボーって多い。多いっていう。まあ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 、ということで。ですね、まあ、幸先いい。幸先よくいい。ということで、まあまあ、そうですね。ということで、はい、まあ、次のページに行ってみましょうか。はい、次はですね、血液一般。あとこれね、肝機能。で、まあ、膵臓も含めて。脂質代謝。中性脂肪とかそういうやつですね。はい、で、血清学検査。うん、腫瘍マーカー。うん、まあ、あとその他。はい、その他っていうのは、まあ、メトボリックシンドロームとかの判定とかですね、書いてあります。はい、ということで、はい、この中で A、B 以外、つまり C 以降があるかどうか、挙手お願いします。タカちゃん、タカちゃん、タカと、タカと、タカちゃんどうしたの？どうした？何何？どういうことなの？何なの？ C。C がある。つまり C は、ね、肝機能の要注意。あ、要注意か。コリンエステラーゼコリン性、うん、が低いって書いてある。あ、低い、低い。これね、ごめん、まだ調べてない。なるほどね。でもこれ書いてないね、説明にも。俺ビリルビンっていうのがちょっと高いって書いてあるな。でも、あ、俺も全く一緒で B。 俺も B。 フォービリルビン、なんかいいね。ブニと俺体大体同じ。大体同じ感じで。本当の兄弟は俺だった説。うん、同じ。カズヤじゃなかった説。数値が同じだな。なるほど。タカちゃんはこれが低いんだ。コリンエステラーゼだけ低い。低い。あとは全部。コリンエステラーゼ。ちょっと調べましょう。ね、そうね。ちょっとね。俺414ある。ちょっと高めなの。コリン。323って書いてある。これこれこれ。あ、これだね。うん、あ、でも495までが、まあ大丈夫だ。245少ない、少ないんだ。あ、ギリ少ないところを下回ってる。あ、まあ、若干だね。なるほどね。そうらしいです。あとでも C なんだね。B じゃないんだね。そこだけなのに、はい、基準がちょっと難しいですね。俺脂質 B。中性脂肪？あ、ってことだね。あ、なんかが高い。総コレステロールが若干高い。出た。出た。HDL コレステロールも高め。本当だ。はい。です。あら。ってことは、まあちょっとお腹のね。うん、ちょっと気をつけた方がいいなと思う。めっちゃ。何？これ何？油取んなってこと？あ、これ。そうそう。ってことだよね。そういうこと。気をつけます。俺さ、覚えてる？この前、その当日動画撮った時。うん、俺先生に脂肪のこととかめっちゃ注意されたのに、A なんだ。本当だ。全部。数字的には大丈夫なんだけど。うん。
これ気をつけた方がいい。っていうことがね、だからまあ A でも、うん、まあ、気をつけた方がいいっていうことだね。うん。OKOK。っていうことです。はい、じゃあ最後の項目ですね。まあいろいろやってるんですけどね。まあ、一個一個説明していくとちょっとね長くなっちゃうからっていうことで、ね、はい。じゃあ呼吸器、循環器、はい、消化器、はい、まあ腹部超音波、はい、前立腺超音波、あここら辺はうちらやってないんだね。ここから下なので腹部超音波までか。そうですね。うん、そうだね。まだ、はい、うん、の、中で C 以上ある人は挙手願います。ちょっと待って。え？タカトフルコンボだと思う。ボボボボや。なんで？俺が来たやん。来たやん、確かに。え、何だった？なんで？腹部超音波。あ、俺と一緒。え、腎臓。あ、腎臓。腎臓なんだ。脳胞。脳胞、肺胞みたいな。俺の腎臓になんかあるよ。あ、だから B、あ、B なんだ。B でも。何すか B？ 俺 D。え、何？胆のポリープ。へぇ、うん、です。これ俺がね、調べました、これは。うん、D だったんで、怖いじゃん。うん、D はだって、経過観察だからね。うん、まあ一応、なんか、こう、できやすいものらしくて、うん、あるポリープらしいんだけど、うん、まあ、悪性、ちっちゃいものは悪性じゃない可能性が高いので、経過観察になることが多い。なるほど。これも同じ感じだったし。ああ、やっぱり。ああ、じゃあ、まあ、まただからね、やった時にまたあったらちょっと気をつけましょうぐらいの感じ。来年とかやって、もしやったらね、やったらってこと。いや、やっといてよかったってことね。あっ、それ A だったのよ。ね、あ、ほんとね、全部 A だ、ね、俺心電図 B なの。え、心電図何？心臓か、うん、心拍数、みんな正常になっちゃうから。俺全部正常。俺なんか反時計方向回転ってよく分かんない。どういうこと？でも心配なしではある。そう、心配なしだけど、心配だけに。なるほど。俺が一番健康じゃん。ちょっと待って、ガチで健康だね。え、うん、ってことは何？龍介今挙手なし。 B までじゃん、全部。全部 AB。 すごい。すごい。これめちゃくちゃ優秀だわ。優勝やった。今回の優勝は小瀬龍介さんです。ってことで、はい、まあまさかのタカトが一番引っかかるっていう。ぶっちぎりで高野さんだと思ってたんだけどね。いい方でね。いい方でね。うん、なんか、いや、一番健康なイメージでしたけど。うん、まあでも調べてよかった。そうですね。よかったよかった。それもちろんよかったです。いや、やっぱり今回調べるにあたってですね、まあその、一人で行くのは怖いですし、そうそう、まあ、なかなか行かないので、まあ、せっかくならまあみんなで行って、ね、楽しく行こうっていう結果だったんですけど、やっぱ内心ドキドキはしてるんです。してた。結構ドキドキしたけど。うん、まあ結果的に、まあでも一応よ、まあ、その検査が必要であっても、うん、まあ、生活に直ちに支障をきたすレベルのものはなかった、ね、ということですね。そうですね、うん、なので、まあ、引き続き気をつけていきましょうということですけど、うん、ということでね、まあ、うん、とりあえず今だから撮ったの2月でございます。1月の12日に実はね行きましたね。そうそう、行きましたね。まあ、今ちょっと都内某所で今ねちょっと撮影してるところなんでございますが、はい、うん、まあ、この感じでいくとまた来年かな、まあ、年一 できればね、年一ぐらいでね、ちょっとこうできて、ちゃんと次はね、やっぱね、言われました、お医者さんにもね、あの大腸カメラと胃カメラを必ずやりましょうっていうふうに言われましたね。なので、あの皆様ね、あの初めてやる方もね、その2つ入れといた方がいいみたいですよ。こちらはね、今回ねバリウムだった。バリウムでしたね、うん、こちらそれしんどかったね、バリウム。でも全然バリウムはね、スッといったよ。マジ？もうゴッってことになった。そんなのね、スって言ってもね、E がついてくるそうね、そう、確かに、E つい、ん、何が E だったの？量産値。あ、量産値か。だから、まあ、万が一、次僕と会って足引きずってたら、うん、アートが出たな、と出たなと現れたな、うんうん、そういうことですよ。そうだね、あの舞台上に上がってく坂戸を見て、うん、スゴさんちょっと足引きずってまさかと思っていただいたら、まあ、痛風が発症してしまったという。いや、絶対出さないよ。うん、そうだね、気をつけましょう。もう出しませんね、うん、はい、まあこのね動画を見てくださってる方、まあいつもね僕たちのことを応援してくださってる方が多いですけども、そうですね、まあ皆様もですね、体に気をつけて、あのコロナだけじゃないぞと。そうです、そうです、怖いのは、はい、
ね、あのやっぱり体のね、いろんなところに気をつけて、はい、生きていきましょうということで、そうですね、はい、健やかに生きていきましょうということをね、教訓にしまして、ね、我々の人間ドックの旅、はい、ね、第1回を終了したいと思います。はい、はいはい、皆様体には健康にね、はい、気をつけて、ステイヘルシー、ステイヘルシー、素晴らしい、いいことですね、ステイヘル、イエーイ、ステイヘル、イエーイ。はい、ということでね、また元気で皆様で舞台上でお会いできますようにですね。そうですね。お祈りしまして、締めさせていただきたいと思います。はい、では皆様、ごきげんよう。ごきげんよう。え、待ってる。え、嘘でしょ。いや、本当でしょ。やばいでしょ。ちょ、もう、ほら、ゴチじゃん。え、何なんだね、びっくりしちゃった。多分何も上がんないで終わるものだと勝手に思ってたから、うん、いや上がる上がる、うわ、挙手し放題みたいな、上げ放題じゃね、上げ放題だ ね、びっくりしたね、来た時マジで驚愕したから、うん、嘘だろ、みたいなね、体脂肪率 20.8、 体脂肪率 17.0、 おアスリートじゃん、聞いた驚くなよ、23.5 だ。意外と一番いいもの。いや、だからさ、だからタカトがさ、何もさ、逆に引っかかんなかったらさ、もうこれで大丈夫なんだって言ってこのまま言ってたわけじゃん。うん。もう引っかかったことにより、さらに気をつけるわけでしょ。やばくない？アスリートじゃん。やばいな、アスリート。うん。